内堀雅さんは、日本の政治家、自治、総務官僚。福島県知事、復興庁復興推進委員会委員、合津鉄道株式会社取締役会長。元福島県副知事、長野県長野市生まれ、長野県長野高等学校を卒業後、上京し、東京大学に入学。1986年、東京大学経済学部を卒業し、自治省に入省した。 本省勤務のほか、大倉省や福井県、佐賀県への出向も経験する。2001年、中央省庁再編により、総務省が新設され、実地財政局地方債仮次官。同年より、福島県へ出向し、生活環境部長や企画調整部長を経て、2006年12月より、福島県副知事。2007年6月より、第三セクターである、 藍津鉄道において代表権を持つ副社長に就任した。副知事在任中の2011年3月11日に東北地方太平洋沖地震が発生し、東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故への対応にあたる。3月11日夜、福島第一原子力発電所の所在地である双葉郡双葉町、大熊町及び富岡町、 奈良浜地を回り、そのまま福島第一原子力発電オフサイトセンターから通信施設の機能がダウンした中で唯一確保できた衛星電話を通じ、原発事故の状況を福島県庁に伝え続けた。その後、連続して原子炉内で水素爆発が発生し、放射線量が上昇する中での復旧作業の過酷さを目の当たりにした。 2014年9月4日、福島県知事の佐藤雄平が2014年10月26日に執行される福島県知事選挙への不出馬を表明。佐藤の不出馬を受け、9月11日に副知事を辞任した上で、福島市で記者会見を開き、佐藤県政の継承を掲げて福島県知事選に立候補する意向を正式に表明した。 内堀の出馬表明に先立ち、民主党は9月9日に、海江田万里代表が内堀を支持する方針を明言。また、自由民主党は、福島県連が元日本銀行福島支店長の八村県を擁立する方針を掲げていたが、9月9日に内堀を支援する方針を固め、内堀の出馬表明の後、八村が出馬を撤回した。 2014年10月26日党開票の福島県知事選挙には自民、民主、公明、社民4党の支援を受けた内堀のほか、日本共産党、新党改革の支援を受けた、元宮古市長の熊坂義弘、元双葉町長の井戸川勝隆氏ら6人が出馬したが、内堀が、時点の熊坂に約37万票の大座をつけ、初当選した。 2018年6月21日、10月28日投開票予定の福島県知事選挙に再選を目指し、立候補することを表明した。選挙の結果、再選。2019年2月24日に国立劇場で政府主催により開催された天皇陛下ご在位30年記念式典に出席し、川口純子と共に国民代表の辞を述べた。 2013年5月27日、国際原子力機関緊急事態応能力研修センターにて、特命全権大使、丸尾信、国際原子力機関事故、緊急センターセンター長、エレナ・ブグロバ、内堀2013年5月27日、国際原子力機関緊急事態応能力研修センターにて、特命全権大使、丸尾信、内堀、ありがとうございます。